はいさーい。はいさーい。今回ですね、野球テニスなんですけど、またね試合決まったんですよ。対戦相手が去年の7月からねやってないんで、もうなまってると思うんで、体を温めながらやっていきたいと思います。まあ、今回ですね、春オッキとたけしがホームランするまで帰れませんっていう企画もね、はい、ついでにやっていきましょう。5分で終わらすけど大丈夫ですか？尺短いけど大丈夫かなっていう。早上がり、ちょっと手抜きましょう。ちょっと手抜きます。でホームラン打ったらこっち、もうここだいたい 10m 飛ばしたらホームランです、うん、この高さね。おお。めっちゃ速い。うまいな。おお、ストライクだな今のも。めっちゃ速い。おお、上に上がったね今。いいね。おお。はいや。おお、ナイスボール。すげえ。わお。取ってる。すげえ。おお、めっちゃ速い。おお、やばい。おお、ああ、ナイスボール。はい、じゃあ早速やっていきますか。はい、やっていきますか。いや、もうね、小学校の頃野球部だったんで一発で終わりっすね。今日の撮影早上がりですけど、皆さん大丈夫ですか？ホワイト企業です。俺の座席で。俺の手は回ってこないわけ。3球以内に終わらしますんで。どっちかがホームラン打ったら試合終了です。しゃあ、プレーボール。おお、危ない。危ない。今声出なかったけど、ビビが危なすぎて。あったね。すごっ。三脚曲がった。おお、打つ。早上がり来たか。おお、危ない危ない。おお、今のストライク、今のストライクだ。早っ。おお、デッドボール。天使の羽ですかね。ストライク。おお、おお、当てた当てた。ファール。おーっと、これで2ストライクですね。ストライク。おお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 お、あー、ファー、ファールボール。やっぱりね、格闘ゲームやってるから反応がいいです。今のフォームがめちゃくちゃだったけどな。打ってたね。おお、あ、今のストライクじゃないかな。あー、今の振るな。三振。おお、ストライク。おお、当てた。すごいです。今のはストライク。おお、あ、ごめん。今のでストライク一球なしです。ストライク一球なし。トラウマ。トラウマ。今のはなボール。おお、うわぁ、ストライク。うわぁ、三振。
お、ば。やった。おお、すげえ。決めてたら。しかも今もセンターフライじゃなくてセンター前ぐらいな、いいショットでした。うん。おお、いいですね。やりましたね。ボールが落ちる前に打ったのかな。おっしゃ、やりましたね。綺麗な一球。ちょっとさ、野球部のバンバンに挑戦していいじゃん。いいっすか。さあ、何球で打てるんでしょうか。一発打ってみます。まず取れるのかって。おお、速攻当てた。早い。キャッチャー僕とたけしできないんでキャッチャーなしでやります。うわうわうわストライク。当たった。うわ惜しい。ちょっと待って。おお、きれいに決まった。どこ行った。おお、めっちゃ飛んでいった。一番飛んだな。いや、いい練習になりましたね。はい。3年前にフーミンにテニスを教えてもらって、うん、それからガッと張りっぱなしなんですよ。ガッとこの糸ね。もう3年ぐらい、うん、このグリップもボロボロなんでここ変えればもっと、はい、でボールも新品だったらね多分飛ぶと思うんで急速曲がると思うんでね次の試合倒したいと思います。はい、完全試合です。どうでしたバンバン今日。震えるぐらい見たことないスピードですよね。あんな速いの高校野球までやってたんですけど見たことないですよ。相当じゃ速い、ね、速すぎる。これどんなエースでもスピード出せないんでしょうね。あれ無理っすね。何キロぐらいですか。160キロ明るく出てますね。プロだろ。それだろ。絶対出てますよ。ストレート背中に当たったらそれは恐怖心も生まれます。正面衝突しましたからね160キロで。いやということでね、また次回ですね、はい、本日はここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。よいこのしゅくん、こんにちは。漆黒の戦士ブロッティライトマン、またの漆黒マンです。へっへー。しまった、囲まれた。こっから通ってうわレスラーに強くなさい。少々なくらえほら。この右手に封印されしダークネスディバインドブラッククムーンをまたの名を右手をクリックするとチャンネル登録ほらこのムーンシャイニングホーリーアースまたの名を